万歳の格好で川底に潜むピパピパとは、両生綱、ムビメ、ピパカに分類されるカエルの名前、姿や繁殖行動の得意性で知られるカエルである。学名の表音をそのままかな表記したピパピパという名は、主にペットとしての流通名、あるいはその専門主等で用いられる呼び名であり、標準和名は子守リガエルである。単にピパと呼ぶこともあり、 この場合は、同じピッパ族のカエルの総称としても用いられる。また英名では、スリガムウドとなっており、ヒキガエルの一種とみなされた命名になっている。体長は15センチメートルほどもある大型のカエルだが、前方に三角形に尖った頭部と、上から押しつぶされたような、扁平な体は、カエルとは思えないほどである。体色は、褐色で全身に、イボのような小さな突起がある。 後ろ足には広い水かきが発達する。前足には水かきがないが、指先に小さな星型の器官がある。目は小さくてほとんど目立たないが、口は大きい。また、舌がないのも、ピパカのカエルの特徴であり、同じトガの爪ガエル類とも共通した特徴である。アマゾン川流域を中心とした南米北部の熱帯域に分布し、川の中に生息する。陸上に出ることは、 ほとんどなく、一生を水中で過ごす。前足を前方に突き出し、万歳をしたような格好で川底に潜む。褐色の扁平な体は、枯葉や岩石によく似ており、捕食者や獲物の目を欺く擬態である。前足の指先にある星型の器官は、接触動物の触覚のような役割を果たしており、小魚や水生昆虫が前足に触れると、瞬時に大きな口で捕食する。 この時、口を開けて、水と共に獲物を吸い込みつつ、前足で口の中に書き込むような動作を行う。移動するときは、後ろ足の水かきを活かして移動し、前足で障害物をかき分けながら進む。子供が埋め込まれた背中その変わった姿だけでなく、メスが子供を保育することでも知られている。産卵前には、メスの背中の皮膚がスポンジのように柔らかく飛行する。 オスとメスは水中で包摂しながら後方に何度も宙返りし背泳ぎの状態になった時に散乱した卵をオスの腹部で受け止めて受精させ回転が終了した時に受精卵をメスの背中の飛行した皮膚組織に押し付け埋め込んでしまう卵は組織内で孵化し妖精の時期もメスの背中の組織内で過ごすメスの背中から飛び出してくる頃には小さなカエルの 姿になっている。子守がいるという和名は、この繁殖行動から付けられたものである。同じピパ族のカエルの中には、背中の皮膚内で孵化した妖精がカエルまで成長せず、おャクシの状態で泳ぎ出す種も知られている。ありがとうございます。